おはろー、地雷系女のエポポです。皆さんこんにちは今日は地雷系あるあるをやってみたいと思います。プラプラブ。あー太郎、何してんだろうな。今日も勉強集中できない。あー太郎に会いたい、太郎に会いたい、太郎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 に会いたい、太郎に会いたい、太郎に会いたい。あーもう10分も返信来ないじゃん。太郎何してんの？もうなんで LINE、 もう LINE 返してよ太郎。ねえ今何してんの？ねえなんで電話に出ないの？なんで返事出ないの？もうなんかあったのかな。あー心配心配、ちゃんとほうれん草してって言ったのに、もう分かってない太郎。ちょっともう一回かけよう。ねえもしもし太郎、ねえ何してたの？ねえなんで10分も返信返してくれないの？もうやだよ、もう。今日も嫌なことあったし、ツイッターにでもつぶやくか。私なんかこの世の中にいても意味がない。あーもう、ツイッターに書こう。もうやだ、もうこの世の中にいても意味がないよね。私なんか誰も助けてくれない、苦しい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 よ。今日の私も完璧、かわいい。ねえ太郎今どこ見てた？ねえあの女のこと見てたでしょ。なんでよ、ねえなんで、なんで、ねえなんで私以外見なくてよくない？ねなんであの人のこと見るの？ね私だけずっと見てって言ったじゃん。もうやだ太郎が他の人のこと見るならもういい、もうどっか行っちゃうから。ねえねえ太郎聞いて、今日も会社でね田中さんにいじめられたの。うん、ねえかわいそうでしょ私。そう何もしてないのにさ、なんでいじめてくるんだろう。やっぱ嫉妬かな、私かわいすぎるから。ねえもう私ってかわいそうだよね。もう昨日も今日もいじめられて、あのねしかもねどこ行ってもいつもいじめられるの、もう苦しいよ。今何してんだろうな。返信来ないし電話するか。ねえなんで、なんでワンコールで電話に出ないの太郎。ちょっともう一回かけよう。あもしもし太郎、ねえねえなんでさっきさワンコールで電話出なかったの？ねえ何してたの？ねえなんでワンコールで出れないわけないじゃん。だってずっと携帯見てるんでしょ。ねえじゃあさ、どっかの女といるんでしょ。浮気だ浮気だ、絶対浮気。ね浮気しないで、ね浮気しないでよ。今日太郎何してるんだろうな。あーそういや仕事って言ってたな。ちょっとインスタのストーリーチェックするか。太郎ん、なんでなんでご飯食べに行ってるの？え今日え休みじゃないでしょ。何してんの？待って、しかもめっちゃ可愛いご飯じゃん、絶対女じゃん。なんでなんでなんで、え誰と行ってんの？なんで私と行かないの？しかもフォロー欄増えてるし、誰この女、え私が知らない女じゃん。ねえ私が知らない女の子フォローしないでって言ったのに、もう誰この女、ムカつく。太郎くん、うん、ねまたあそこの遊園地行きたい。
え、ご飯も行きたい。ねえ、行こう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 。ねえねえ、ねえ私のこと好き？え、ねえねえ、なんで言ってくれないの？恥ずかしいの？ねえ恥ずかしがんなくていいじゃん。ねえ言ってよ。ねえ世界で一番好き？ねえ世界じゃないよ。そこは宇宙で一番って言って。ねえ言ってよ。ねえ言うだけじゃん。なんで言ってくれないの？言って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 。よし、今日の私も可愛いから自撮りしようっと。え、可愛い。ね、やっぱ可愛いね、私って。じゃあちょっとストーリー載せるか。ストーリー、今日のメイク更新。誰が見たかな。太郎全然見てないじゃん。え、てかさ、なんでさみんな可愛いって言ってくれないの？今日可愛いじゃん。しかも新宿で5人にナンパされたって追加しようと。よし、私ってやっぱり可愛いよね。だって5人にもナンパされちゃうし。プラプラブ。はい、ということで地雷系女あるあるやってみました。イエーイ。ちょっと締めを取り忘れてしまって、もう普通の状態の私に戻っちゃったんですけど、私が地雷系女あるあるで共感したなって思ったところは、ヒステリックになりやすかったり、何でもかんでも SNS に書いちゃう人とかが、まあ、たまにいたなって思ったりしながら演じたりしてました。あと、なんかもしかして私も地雷女だったのかなとか、ちょっと当てはまるところがあったからびっくりしちゃいました。この動画が良かったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 SNS もやってるのでフォローしてね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。